こんにちは、コートレックです。皆さんは電車のパンタグラフを見て気になったことはありませんか？最近はシングルアームパンタグラフの電車ばかりですね。でも N ゲージのシングルアームパンタグラフは平行リンクが再現されていません。平行リンクも大きく分けて2種類あります。JR 西日本、JR 東日本で多く採用されている方式。JR 東海、JR 北海道や私鉄で採用されている方式。これを N ゲージで再現します。それでは必要な材料がこちらです。ニードルはなくても大丈夫ですが、ピンバイスで穴を開ける際に失敗のリスクを下げます。制作方法の動画を作ってほしいという要望が 2,3 名いたので作ったわよ。ちゃんと見なさいよね。225系のパンタグラフを使っていきます。穴を開ける際に滑って失敗するので、デザインナイフで点線の部分を平らにしておきます。赤色の線が真鍮線を通す目安になります。ついでに JR 東海のバージョンも紹介しておくわよ。0.2 ミリの真鍮線をこのように折り曲げます。これは横から見た図だからね。縦から見ると逆側をこのように折り曲げます。長さは自分で測りなさい。イメージとしてはこんな感じよ。ちゃんと理解できてるの？ニードルで先に穴を開けてピンバイスが滑らないようにしていきます。滑ってピンバイスが折れたり指に刺さると大変危険です。あらかじめ穴を開ける印をつけておくことでピンバイスで穴を開ける際に失敗を防ぎます。数ミリずれるだけで平行リンクを取り付けた際にパンタグラフが歪んだりします。0.25 ミリのピンバイスで穴を開けていきます。良い子の皆さん、誤って指にドリルしないように気をつけましょうね。形を整えた 0.2 ミリの真鍮線を刺していきます。両端にゴム系接着剤をつけておきます。万が一長かった場合は修正できますが、短かった場合は新しく作り直しましょう。ほら、完成です。真鍮線が曲がったり、船板が斜めにならないか、必ず確認しましょう。次の工程はプライマーを吹きます。自分が塗装しやすいように固定しましょう。おや、下から3番目のパンタグラフ失敗してんじゃん。背負い投げ。まあいいわ。 JR 東海のバージョンのパンタグラフはこんな感じです。プライマーを塗りました。あとは乾燥したら色を塗ってクリアを吹くだけです。塗装してクリアを吹いて完成しました。ちょっとグレーの色が濃すぎたわ。早速車両に取り付けましょう。グレーとは別にシルバーも作ってみました。シルバーの方がいいかもしれないわね。横から見るとこんな感じです。すごく目立つわけじゃないけど自己満足よ。こちらは JR 東日本 E233 系のパンタグラフです。飛来機があるので干渉しないように作るのがコツになります。早速 E131 系に取り付けてみましょう。なんてことでしょう。かっこよくなりましたね。自己満足です。皆様も興味があればチャレンジしてみてください。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。